バルセロナで1、2を争う老舗のタブラを。この厳しい舞台に立つことを許された日本人フラメンコダンサーとは。早々と舞台に飛び出したこの女性こそ、本場スペインに渡り18年、現地で活躍するプロのフラメンコダンサー、中田佳代子さん。実は彼女、フラメンコ発祥の地アンダルシアで行われる由緒あるコンクールで外国人として初めて準優勝する快挙を成し遂げたトップダンサーなのです。激しい曲調、その中で変化する複雑なリズム。驚くべきはこの舞台が全てリハーサルなしのぶっつけ本番だということ。初めて組むバンドと今まさにアドリブを織り交ぜながら踊っているのです。してますね。興奮冷めやらぬグッサン、本番直後の楽屋を訪ねることに。どうも、はじめまして、山口と申します。すいません、どうもお邪魔します。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に感動しました。いやいや、ちょっと今日はもう、でもまあ、はい、いや頑張りました。初めての生フラメンコでなんかもうにやけてましたね、僕ずっと。フラメンコにはいろんな曲種があって、はい、悲しみの歌や喜びの歌、いろんな曲があるんですよ、はい、だからまあ今日はぶっつけ本番で何がいいってことになって、じゃあ、はい、喜びの歌ってことで。はあ、いつも舞台でそんな感じで。それがすごくものすごく心地よいというか、こう集中して臨むじゃないですか、はい、逆にこう決まり事でやると、はい、逆にもうきちんといくけどもつまんなかった。つまんなくね。おいくつからやってらっしゃるんですか。ですね、始めたのはマドリッドなんですけど、はい、まあ22、3の時に。バルセロナオリンピックの閉会式で踊るフラメンコダンサーの姿に衝撃を受け、18年前本場マドリードへ渡った佳代子さん。以来現地で技を磨き、今や本場のダンサーにも引けを取らないトップダンサーになりました。フラミンゴ見たくて仕方なかったんですよ。で今日初めて見て、なんかね、永田さんのもうそのパワーがもうなんかグワーって出てたのがこっちが気持ちよくなってきて。そしたら明日、ぜひ、一緒に踊りませんか。バモサバイラール、ぜひ一緒に踊って。いやもうなんかせっかくスペイン来たんで、もう何でも体験しようっていう気持ちあるんですけども、お教えしますので、私が全身精霊で。ぜひそれはもうバモス。いや、バモス。何でもやりましょうか。いや、よろしくお願いします。ありがとうございます。がフラメンコに挑戦。よろしくお願いします。お手柔らかに。じゃあ最初に私とイニヤキでちょっとやってみますので、見てみてください。わかりました。バモアポネラーンポキトデサパテオセンシージョン。変えて、パー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 、右左パー、右に立たパー、パー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 。あ、オッケーオッケー。なんかもうちょっとできそうな感じ。アルゴでーす。シントリータの。パパーンド、パパーンド。驚くほど飲み込みの早いグッサン。それを見た2人がどんどん難しいステップを増やしていきます。
何ですか？急に難しくなってる。急に難しくなってる。ああ、見えん見えん見えん。難易度がかなり上がったようですが、一体どんなダンスになるんでしょうか。この後、いよいよ本番用の衣装に着替えてグッサンが踊ります。ちょっとドキドキしちゃいますね。あ、そうですか。ちょっと眉毛塗りすぎましたけど。ちょっと眉毛塗りすぎました。初恋のその気持ちで踊りますか。マモロン。マモロン。いよいよ本番。なんとここからアドリブに。グッサン、人生初のフラメンコを見事に踊り切りました。もう本当に一緒に踊れて、本当にとても嬉しかったです。ありがとうございます。素晴らしかったです。日本に帰ったら、はい、僕はもう本場スペインで踊ってきたんだっていうふうにみんなに言いますから。